何かあるか。集中モード、エリオットの思い出。写真の裏に、僕だけを見て、と書かれている、Look at me only。これはまんま英語かな。記憶のかけら、僕だけを、オペニア。順番的には取り逃しは今のところないかな。だから残り、ベティとグレッグか。すべて集まった時、一つになる。スタートメニューからだよね、きっとな。まあ、とりあえずはいいや。まあ、引き続き、話しかける前に探索をしていきましょう。さて、探索はこんなもんかな。じゃあ、話を聞いていきましょうか。ルイス神父は俺たちを家族だと言うけど、家族で殺し合いはしない。それにベティは何を考えてるのか。俺がエリオットを最後に見たのはこの聖堂だ。ベティと何か揉めたな。お前はベティのことをどう思う？ジェフもキャロルもエリオット、誰に殺されたと思う？案外グレッグだったりする。誰でもなぁ、おかしくねえんだよなぁ。グレッグはベティだと思う。質問に質問で返すんじゃないよ。ベティか。あのファルって男じゃないか。ファルか。もう存在忘れてたよ。影薄すぎだろ。にしてもエリオットが何もしないで死ぬとは思えない。あいつのことは死ぬ前に何かを残してそうだ。怪しい人物の行動を探る。エリオットが何かを残すダイイングメッセージ的な。死体の周りでもう一回集中してみるか。なんか争った形跡とかあったのかな。なかったら神父様がやったっていう可能性は大いにあるわったが。ロゼ、大丈夫？神父様は犯人を探す気はないよね。どうしてだろう。知ってるからでしょうね。ロゼ、神父様には気をつけて。このままじゃ孤児全員消えるというのに全く気にしてないみたい。今更だよな。そしてロゼ、あなたもここの孤児、あなたにもきっと何か仕掛けてくるわ。昨日神父様は夜中に客室の前で何かをしていたみたい。ファルって男に何か置いていったようだけど、とにかく気をつけて。ファルか。神父様は何も心配することはないよ。みんなは犯人を探したいようだけど、間もなく終わる。間もなく終わるってどういうこと？それに犯人は見つからないさ。皆が皆、秘密を隠したままではね。秘密？ロゼも私に秘密があるだろう？ポケットに入っている中庭の鍵。ほら、やっぱ気がついてたじゃん。大丈夫。そんなことで怒ったりしないよ。返してもらえるかな。うん、いいか。夜遊びもほどほどにね。中庭の鍵をルイス神父に返した。やべえよ、神父やべえよ。やべえよ、やべえよ。それしか言えんわ。さて、あ、いた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 。エリオットのことをあまり好きじゃなかった、というか、あの子神父様にべったりしてた印象しかないのよね。神父様は徹底して犯人探しはしなそうだけど、ロゼはどう思う？どうって？あの、私はあのノワールってジョイが怪しいと思うの。ロゼ、あ、よく一緒にいるよね。怪しいこととかなかった。怪しいことだらけだけどね。怪しくないのって現状グレッグぐらいなんだけど。怪しくなさすぎて怪しいんだけどね。ノワールは医者。人を助けるのが仕事だよ。ロゼって純粋ね。死が助けになることもあるのよ。死が救済だと。はぁ、恋12年きっと送ってきてんだね、君。それに昨日の夜、あの人バスルームで何かしていたのを見たわ。たまたまトイレに行ったら見ちゃって、夜中にコソコソしてるのは怪しいわ。みんなに話を聞くはクリアしたが、いろいろヒントが残ってきたな。バスルームでなんかコソコソしてた、神父様がファルっていうやつに何かをうんぬんかんぬん。あと、エリオットが何かをやって、なんだ、ダイイングメッセージなんか残してそうだっていう話か。まあ、いろいろまた巡ってみるか。まずはバスルーム。洗面台に血の跡。え、
これ集中ってルミノール反応とかもそういうのもわかるんですよ。これは血の跡。ベティが言ってた、ノワールが昨日の夜、ここでしてたことって。やっぱりサイコメトリーじゃないですか。血を洗い流してたの。なんでそんなこと。情報、ベティはバスルームでノワールの行動に疑問を持った。ノワールは医者、人を救うことが仕事だぞ。夜中人目につかない時間の行動。血を洗い流していた？誰の血液だろう？昨夜は一緒にいた。別れた後に何かあった。ベティはノワールと話をしてたのか。情報、結婚をファイリングしました。ファイリングって今の情報かな？結婚。ああ、さっきの情報だね。エリオットの血かもしれないし、あからさますぎてな。まあ、当然情報はない。あとちょっとエリオットの死体を見に行ってみるか。てか、キッチン、ここの血って前日とか入った時なかった気がすんだよな。まあ、そこら辺は、とりあえずいいか。神のお告げもないしな。さて、ダイイングメス、ありそうですな。何かを握りしめている。エリオット、何か持ってる。グレッグが見たっていう、ベティとエリオットの言い争い。あ、エリオットひどい。でも多分ベティがひどいこと言ったんだろうな。何か言い争ってたんだろう。何を？これを握りしめてた理由は？グレッグはベティとエリオットが言い争うのを見た。ベティが犯人ではなくとも、エリオットの死の事情を知っているのでは。エリオットが握りしめていたお見合いに、ベティが犯人？ベティのネックレスなんだ。ネックレスなんてつけてたかな？ちょっと記憶にないけれども。ああ、情報、ベティのネックレス。いや、これは、なんだろう、握りしめていたっていうから何かを伝えたかったのか、それともたまたまなのか。わかりかねるなぁ。ん？ロゼのその顔、何か見てきたのね。面白い話を聞かせてあげる。きっとロゼも興味あると思うの。聞きたかったら私の部屋に来て。あ、元はジェフの部屋だったっけ？ベティ、おっと？畳みかけるように。ロゼ、顔色悪いぞ。どうした？お前まさか、エリオットを調べてきたんじゃ。強端だね。俺が余計なこと言ったせいだよな。エリオットが、これを握りしめた。これはベティ。確かにベティは怪しいけど、これだけで判断するのは間違っている気がする。けど、グレッグ？もう、待てないな。ロゼ、話がある。俺の部屋に来てくれ。洗濯、グレッグに会いに行く。ほう。洗濯ベティ会いに行く、ブレックに会いに行く。洗濯ってことはさ、任意じゃないからさ、これ、あれか？どっちかしか選べないっていうことか。どうなんだろう。ベティは今のところ怪しいよな。グレックが怪しい理由は今のところないんだけど、どうしたもんかね。で、あとパルっていうやつに、何かが落ちている。情報。ノワールは客室の前にいた。ルイス神父を警戒している。一体これ何をしていた？ファルが泊まっていた客室の前に置いていった。神父ルイスに呼び出された？よ、客室にいるファルの姿はない。姿ないんだ今。手紙の内容。あの日の真実は私の知識の裏に隠されている。すべてを知りたければ探すことだ。そこにすべてを置いてきた。手紙はその場に落としていた。出た。サイコメトラーロゼ。ファルって人は神父様に呼び出された。で、ショックのあまりその置き手紙をそのまま放ってどっか行ったな。神父様、ファルっていうやつがまあ、全然人となりわかんねえからな。あれ、いないんじゃなかったっけ？
まあ、いっか。さて、どうしたもんかな。っていうか、二人、どっちに会おうかな。客室の前で、こんなものを拾った。あの日の真実は、うん。神父様が何かを企んでいるのは感づいていたわ。あのファルという男性も関わっている。この大雨さえなければすぐにでもあなたを連れ出せるのに。明日は一番荒れそうね。天気もこの教会も。大丈夫よ、ロゼ。この大雨と風が過ぎれば光が差すわ。今起こっている問題にも。そしたらノワールは出て行ってしまうの。ええ、ロゼ。あなたと一緒に。でも私と一緒じゃ嫌かしら。違う、ノワールは好き。問題は私なの。病気のことなら気にしないでいいの。それに言ったでしょ、ずっと前からあなたを見てきたって。だから何も心配することはないの。さあ、先の心配よりも今の心配をしましょう。嵐を乗り越えられるようにこれを受け取って。エピネフリ。え、何すんの。これは別名アドレナリンで、詳しく説明しても仕方ないわね。簡単に言うと、一時的にでも元気になれるお薬よ。いざって時のために持っておいて。さあ行きなさい。私も嵐に備えていろいろ頑張らないとね。アドレナリンリアル注入すか。どういう時に使うんだ。いざって時に使うといいわ。腕、足、どこにでもいい。筋肉注射で詳しい、難しいことはないから安心して。私自分で自分注射打てるかな。怖いな。さて、二人。まずグレッグの方に行くか。もしかしたら二人とも選択できるかもしれないしな。グレッグの話を聞く？もうちょっと調べてな。まあ話を聞きましょう。もう調べ終わったよ。どこもかしこも。来てくれたか、ロゼ。あ、ベティにも会いに行けねえか。失敗になったな。話って？ルイス神父は犯人探しをしない。ファルって男は明らかに危険だ。お前がよく一緒にいるノワールってジョイも悪いが信じられない。そしてエリオットが握りしめたベティのネックレス。もう、誰も信じられない。けど、お前は他の奴らと違う。エリオットが死んだ今、俺の話し相手はお前くらいだしな。エリオットと仲良かったの？あまり良さそうに見えなかったっけ？あの性格だからか。ルイス神父以外と話す気なんてないって。そうかな？割と普通に会話できてたけどな。エリオットは悪いところが目立つけど、それでも同じ部屋でうまくやってたんだ。チェスで喧嘩しながらさ。意外だろ？出来の悪い弟みたいな感じだったんだ。で、ロゼ、お前は出来の悪い妹みたいな感じ。出来の悪いなんだ。出来の悪い。無愛想で人を近づけない。里親に選んでもらう孤児っていう立場だと、お前もエリオットも最悪だよ。俺はこれ以上失いたくないんだ。だからロゼ、今夜この教会を一緒に抜け出さないか。このままここにいても殺されない。もちろん強制はしないけど、夜どうするか返事してくれ。ベティは信用できないっていうのを肌で感じ取ってるわけね。どうするか決めてくれたか。ここを出て、どこに行く？俺たち孤児に行く場所はないだろうな。とりあえずできるだけこの場所から離れて、お前を孤児院へ連れて行く。無計画だけど、ここに留まるよりずっといい。俺たちを気にかけてくれる人もいないしな。今死んだら誰の記憶にも残らず、生きていたことすら知られないんだ。どうすればいい？正面から堂々と出て行ったら、ルイス神父に見つかって引き止められるだろう。教会から抜け出すには窓から出るしかない。
大体の準備はできてるけど、足りないものがあるんだ。ロゼにはその足りないもの、ナイフを一緒に探してほしい。ナイフ。何人も人が死んでるからな。さすがにルイス神父も危ないものは片付けたらしい。ここは山の中、サバイバル状態にナイフがあるとないじゃ、生存率も変わる。ナイフがナイフ。一緒に探そう。多分意外な場所にあるはずだ。子供の手が届かない。高い場所とか、な。まあでもグレッグは背高いらしいからな。まあ14歳の割には背が高いってやつなのかもしれんが。ここ数日ルイス神父の動きには注意してな。ルイス神父がよく出入りしていたのは、聖堂につながる4つの部屋とキッチンだけだ。キッチン、客室、応接間、国会室、そしてルイス神父の部屋。この部屋のどこかにあるんじゃないかと考えてるけど、とりあえずお前についていく。まあ、無難に、キッチンじゃないかね。包丁、まあ、ナイフとカウントするのであれば、そこでいい気がするな。さて、まあ、特別。てかなんかこう、同行者の特殊能力みたいなものは、出てこないんだな。まあ、いっか。ベティは怒ってるかな。キャルの血が残ってるしな。ベティはいないか。ここに集中しろ。さて、探索と。なんだろう、この写真。公園の写真？そうみたい。グレック、この公園知ってる？いや、知らないな。ただルイス神父は孤児たちの情報を集めてるみたいだから、誰かの情報だろう。ロゼ、あまり時間もないし、先を急ごう。記憶のかけらは心をなくした少女を手に入れた。あれ？誰も死んでなくない？ベティもしかしてもう死んでるのか？入手場所ベティの部屋。ここベティの部屋じゃなくね？ここ客間でしょ？ちょっと、いろいろと分かりかねる状況ではあるかな。ああ。あとは何もなそうか。この棚の上にあるのってナイフじゃないか？ダメだ。背伸びしても届かない。何か登れるものを持ってきた方がいいかな。何か登れるものは。よくあるのは椅子を押すわけだが、これとか。あ、いける。やった。嬉しい。椅子を押したくて、フリーゲームしてるとこあるしな。てか、よく上のものが見えたね。ナイフを手に入れた。ナイフがある。意外と早く見つかったな。これで準備はできたし、俺の部屋の窓から、レディーパウルトリー、準備は完全に整った。誰か近づいてきてる。とりあえず隠れよう。そこって普通に見えるんじゃ。やっぱりここに置き忘れていたか。あ、それちょっと調べたかったな。しかしこの雨はいつまで続くのかな。まるで誰かの涙のようだ。神父様って意外と感傷的なのね。ノアール？ロゼ、静かに。ノアール、私に何か用かな？警告しに来たのよ。あなたがこの状況を作り出した。おおむね何が起きてるか知ってるんでしょ。君は賢くて疑り深い。まるで私が子供たちの死を望んでいるように言うが、それは違うよ。だが正解もある。ここは私の教会だ。ことのすべて把握している。勘違いしているわ、神父さん。私はおおむねって言ったの。すべてではない。うまくことが進んでいると思わされているのは一体誰なのかしら。黒幕がまだいるって話。要領得ねえなあ、大人たちの会話は。気づかれなくて、本当に気づかれてなかったのかなあ。ロゼ、今の話、どう思う？神父様は全部知ってる。知ってるのになぜ？どうして何もしないの？俺はここに連れてこられてから、孤児とルイス神父を探っている。ここにいる孤児は偶然ではなく、選ばれて連れてこられる。きっと何か共通点があるんだ。他の人にはない何かが。
そういえばジェフも同じようなこと言ってた。その共通点は知っといた方が今後のためだな。何も知らないまま抜け出しても、ルイス神父に見つかってしまう可能性がある。共通点、もしかしたら過去にあるのかもしれないな。ロゼ、見せたいものがあるから図書室に行こう。ボロン。ブレイクと図書室か。まあ行きましょうかね。ここのどこかに新聞記事をまとめたファイルがあったと思うんだけど、どこだったかな。まあ娯楽なさそうだしな。図書室とか私こもってそう。他に会話もできる場所ないしな。さてこれは神のお告げがあるタイプかしら。それとも何かがペカペカ光ったり。ああ、お告げありました。どの辺なんだろう。うんたらかんたら。これなんだ。天井の高さまでの本だな。新聞記事の切り抜き、子供の事件ばかり。年、月、召喚の客と娼婦殺害される。子供も行方不明に。召喚で娼婦とその客と見られる遺体が見つかった事件で、部屋には争った形跡がないことから、召喚の関係者の犯行である可能性が高いということが、捜査関係者の取材で分かった。現場には血のついた子供の足跡があり、娼婦には子供がいたことなどから、この子供が何らかの事情を知っている。または、事件に巻き込まれたものとみて、現在行方を探すとともに、情報提供を呼びかけている。公園で5時の遺体、子供の犯行か。住宅街から少し離れた公園で、子供5名の遺体が見つかった。刺し傷の角度などから、犯人は子供ほどの身長であると見られ、犯人は子供である可能性がも視野に含め、幅広い捜査が行われている。男性3名殺害事件、誘拐犯の仕業か。山中にある屋敷にて、男性3名の遺体が発見された。遺体は屋敷の主人と執事のもので、もう一名はハイキングに出かけたまま行方不明になっていた地元男性のであることが分かった。ふんふん。屋敷の主人と地元男性には子供がおり、2名とも行方が分からなくなっていることから、警察では誘拐などの可能性を含め、子供たちの捜索が行われているとのこと。これってエリオットかな？羊。いや、まあまだ分かんないけど。子供が過労し、工場側の責任に問われる。雇っている子供を過労で死に至らしめたとされ、裁判になっている事件で、工場側は仕事を過度に要求したのは子供側であり、工場側に責任はない、と主張している。亡くなった子供はすでに他界しており、弟と二人で暮らしていたという。弟は現在行方不明になっており、原告側の労働組合が行方を探している。他にも切り抜きがあるけど、全部子供がいなくなった記事ばかり。これが、この教会に連れてこられる理由だよ。何かの事件に巻き込まれてる。俺もその一人だ。どの記事がグレッグなの？兄は過労で死んだ。その弟が俺だ。兄は仕事が悪いなんて少しも思ってなかったけどね。死ぬ間際に兄に言われたよ。お前が俺を殺したってな。もちろん殺してない。けど何をもって殺したというのかはわからない。俺が兄を追い詰めてしまったことだけはわかる。弟のために頑張ってった。それが最終的にか。それよりロゼ、お前の騎士はあるのか？ここにいる子供は皆何かの事件に関わってるはずだ。ないみたい。そうか。言いたくないだろうし、無理には聞かないけど、その、なんというか、無理すんなよ。そうじゃなくて、お前一応病人なんだろ。うん、無理してないから大丈夫。このファイルは持っていこう。少しでもこの教会にいたことを消しておきたい。また見つかって連れ戻されるのはごめんだ。新聞記事のスクラップをファイリングしました。もう部屋に戻ろう。やっとこの教会ともさよならだ。グレッグの部屋に向かう。そこから窓、つってたか。ファイル、スクラップか。うん。この、
前の二つも、多分、まあ、多分この上は多分エリオットだと思うんだけど、この二つが、うん、ジェフとかベティとかなのか、どれなのかはちょっとわからんけれども、多分決定的な情報は今んとこないよな。中庭は行かなくていいか。じゃあお部屋に行きましょうか。なんだ?ジェフの部屋。いや、今はベティが使ってるんだっけ?なんかすごい音がしたけど。これ行くべきか?罠?抜け出す前にさっきの音を確認しておこう。なんだか嫌な予感がする。え、もし、あ、ベティもそっか。記憶のかけらあったもんな。う、いや、まだ息はある。一体何が?くそ、鍵がかかってる。そうだろうぜ、ナイフを貸せ。こじ開けたか。このまま逃げちゃったら、あれよね、完全に犯人にされちゃうな。ベティ、嘘だろ。部屋には誰もいない。鍵だってかかったの。一体何が?ダメだ、もう。誰かに知らせる?いや、誰がやったかもわからない。俺とお前はずっと一緒だった。犯人は大人の誰かだ。でもそもそも他殺なのか?わからないことが多すぎる。とにかくこの部屋を出よう。大丈夫か、ロゼ?うん。すぐにでも抜け出したいが、お前かなり顔色が悪いぞ。あんなものを見た後じゃ仕方ないか。とりあえず休め。そんな調子じゃ抜け出しても逃げ延びれるか。明日、朝一で出発しよう。俺はこのまま起きて見張ってるよ。いやー、グレッグ、兄貴だな。すごい音、雷。グレッグ。息が苦しい、足に力が入らない。病気のせい。昨日何も食べなかったか。グレッグはどこ行った?ここまでの、お、記録しましょうか。セーブしました。ローゼの部屋からスタートです。あ、ダッシュができないんだけど。なんか、運命の、なんか左右しそうな BGM の流れでね。おー、いい雷だ。さて、エンドに向かう前に、もう一つベティを選択するパターンをお見せしようかなと、私はエンディング見てるんだけどね。ベティの話を聞く?これでどう変わるかなぁ。がっつり変わっていくんだと思うんだけど、スクラップとかどうすんだろう?ロゼ、こっちこっち。来てくれてよかった。話して、この教会、なんだか変だと思わない?こんな山奥に建てられて、滅多に人なんて来ない。来るのは怪しい男と、ジョイン。そして、新しい孤児。怪しい男は泣いて懺悔する。謎の多いジョイは血を洗い流す。中庭から悲鳴が聞こえて、孤児たちは毎晩一人ずつ殺され、神父は何事もなかったように一日を始める。ノワールは誰の血を洗い流したんだ?さあ、それはわからないけど、私の知ってることを全部教えてあげる。あれ、ベティがなんかそれなりにまともなこと話してるんだけど。今夜散歩に行くから付き合ってほしいの。迎えに行くから、まあ、この状況で散歩って言ってる時点でまともじゃねえわ。ノワール、大丈夫かな?こんばんは、ロゼ。さあ、行きましょう。どこに行くの?散歩に付き合ってって言ったでしょ?ただ聞くより、見て感じた方がいいと思って。ベティと行動を共にします。じゃあまずは中庭に行きましょう。でも鍵がかかってるんじゃ。大丈夫。
ロゼと会う前に開けといたから。周到だな。やっぱり常習犯じゃないか。また鍵盗んだっていうことか。それともまた別のルートがあったってことか。わからんけれども、グレッグは？まあ、無理だよな。エリオットがいなくなったから、きっと落ち込んでるよね。落ち込んでるどころか。どうなんだろうな。逃げる準備をしてるのかな、こっちでも。一応ちょっと回ってみるか。かけらはね、グレッグの方で全部集めてますけど。あれ、その公園。ベティの知ってる場所？この教会に来る前、よくいた公園。あまり外に出れなかったんだけど、親の目を盗んで、その公園にいた。何もしないで、ずっと見てたの。何を？幸せそうな人たち。もうこの話はやめよう。なんでその写真があったのかは知らないけど、思い出したくない。ロゼと同じで私にも言いたくないことがあるってこと。もう行こう。心をなくした。ああ、この写真はベッティなのか。別にあれか、記憶のかけらがあるからって死んでるとは限らない。あ、てか実際そうだよな。これ拾った時まだベッティ死んでなかったもんな。ここら辺の謎が解けるのかな。ベッティがどうして亡くなったのかみたいなのが。いや、違うか。今回は先にグレッグか。まあいいや、進めていきましょう。ベティ、どうしたの？いえ、なんでもないわ。なんか気になるのか？誰かにつけられてる。図書室は、今だって、図書室の方じゃなかったか向いてたのは、後ろの方か。ああ、やや気になるな。なんだろう、ノワールが暗躍してる。てか、ノワール、最終決戦の時、どうだったんだろう。すべて終わってからなんか悠々と入ってきたけど、守るとか言ってたくせにね。彼女が泊まっているみたい、掘っているみたい。ということは夜、鍵のかかっているこの廊下も全部行きたい放題ってことね。中庭の悲鳴について、あと調べるっつってたけど、結局、中庭の悲鳴って何だったんだろう、あれ。やっぱ隙間風だったのか。今夜は、君の悪い悲鳴は聞こえないみたいね。私も聞いた。あれは誰の悲鳴なの？それよりもどこからよ。この中庭と近い部屋は、図書室と談話室くらい。でも見に行っても何もない。中庭は吹き抜けで、2階はない。だとしたら、どこから悲鳴は聞こえてると思う？聞こえると思う？下？そう、きっと地下があるのよ。じゃあ今度は誰の悲鳴か。それは消えた孤児たち。今の音って閉じ込められたみたい。やっぱ誰かついてきてたか。誰かにつけられてるのは気づいてたけど、こんなことして何になるのかしら。明確に殺してくるってわけでもないしな。どうせそれ雨当たっちゃうな。寒くなってきた。今は小雨だけど、いつまた土砂降りになるか。それに、このままじゃ寒くて凍えちゃう。ロゼ、さっき言ってた中庭に地下があるって話。この教会には秘密の通路があると思う。きっと、教会のいろんな部屋に繋がっているわ。この中庭にもあるはず。一緒に探してみよう。中庭から脱出する。秘密の地下通路があるはず。きっとどこかに入り口があるわ。まあ、怪しいの上のバルブだけどな。まあ、とりあえずちょっと探してみましょうか。本当に鍵が閉まってんのか確認。ベティが開かないって言ってるだけかもしれないしね。まあ、開かねえか。なんで悲鳴は夜だけなのかしら。夜な夜な何が起こってるんだ。とりあえず集中。今は一人では回せない。やっぱこれか。これがねえわな。このバルブ、いかにもって感じね。回してみましょう。巻きますか？巻きますか？なんかね、目が大なり小なりになって可愛いね。はぁはぁ、ロゼがいてよかったわ。こんな硬いバルブ、私一人じゃきっと開けられなかったもん。でも子供二人で開けられるんだからな。
水が止まった？そうみたい。これで状況が変わればいいけど。水が止まったか。冷たそう、冷たそう。あ、ここ、あー、蓋あるな。蓋がありますね。あります。では、セーブをしてと。本当にがっつり地下通路が。ここに水は溜まっては、ほこりっぽい。なんかいろいろ舞ってんね。真っ暗。ランタンがあってよかった。この通路はどこに繋がってるのかしら。キビン。おや。これは協力して進んでいく。これでレバーを止めとけないかしら。やってみる。あ、そういうこと。これ何？これ手稼ぎか何かじゃないの？ベティ、今までありがとな。お前は用済みだ。無理か。これで結んでと。よかった。さあ行きましょう。いやー、うさんくせえな。地下通路、何かは隠されてんだろうね。カタコンベかな？なんでしょうね。ここの壁、他とは違うみたい。どの道他には進めなさそう。なんか奥に通路繋がってんね。ここコンクリートで、なんか変な空間に出た。変な空間に出た。これなんかすり抜けちゃったパターンかな。ちょっと面白いな。遊んじゃおうかな。あー、生えた。よかったー。戻れないかと思った。ワールドツアー終了。特に目ぼしいものはなかったなぁ。ここ何の部屋だろう？この先が中庭の下にある部屋みたい。鍵がかかって今は入れなそうだし、他へ行こう？ここ、血が、なんかあるけれども、ここめっちゃ怪しいね。ドアノブや隙間に血痕。ああ、それ以上は現状わからんか。どうしよう、集中して何か、情報出るか？小さな祭壇。鍵のかかった鉄格子。ここも入れなさそう。どこか開いててくれると助かるんだけど。なんか階段が奥の方にあったんだよ、実は。水が流れ込んでる。透明度が高い。綺麗な水なんですね。あと他はもうこの先に何もなければ、でも階段が確かあったね。どこかに繋がる階段。どこか。客室、客間に繋がるのか。やっと出れた。ここって。昨日までファルって男の人が泊まった客室ね。もうこの教会にあの男の人はいないのかな。わからない。神父様が客室を片付けてたから、もうこの部屋には泊まっていないとは思う。でもこの雨の中、大人でも出ていくのは厳しいと思うけど。ベティもファルって人が皆を殺したと思う？正直、みんな怪しすぎて。ノワールってジョイは特に信用できないって思ってるわ。地下を通ったせいで汚れちゃったし、バスルームに行きましょう。私が昨日見たノワールのことも教えてあげる。バスルームに行くか。ノワールって人が初めてのお客さんよ。ファルをここに止めたっていうのには意味がありそうな気がするな。これあれか、前任の神父はここの扉に挟まっちゃったんじゃないのかな。これ多分もっと広かった、狭かったもんね。多分今回で何か起動したんだとは思うんだが。まあ、行くか。さて、バスルームね。ママ、おはよう。おはよう、ロゼ。櫛を貸して。ロゼの髪は、パパそっくりね。でも顔は、ママに似てるって、隣のおばあちゃんが言ってたよ。お人形みたいな、綺麗な顔だって。ふふ、そうね。
ロゼはお人形みたいに可愛いわ。でも、ママにとってはそれ以上よ。ロゼは私の宝物なの。ロゼ。ロゼの笑った顔はレアだったな。ロゼどうしたの？ぼーっとして。私の話聞こえてた？ごめん。そういえばロゼは病気なんだっけ？無理しないでね。大丈夫。それよりベティの話を聞かせて。ノワールは昨日の夜、ここで血を洗い流してたの。すぐに私に気づいたけど、慌てる様子はなかったわ。でも、今日、ずっと誰かに見られてる気がする。さっき中庭に閉じ込めたのも、それかな。ノワールだと思うの？中庭に行く前も誰かにつけられてた。鍵も閉められたし。やっぱり次に死ぬのは私なのかも。リンゴですね。ロゼ、お願い。一緒に私の部屋に来て。でもこれで真相がわかるか。いや、本当にがっつり違うな。あの二人の話を密談をキッチンで聞くこともないし、スクラップを見るっていうこともないし。まあ、いっか。このまま部屋まで行ってしまうか。グレッグに会えてないのも、それはそれでなかなか、怖い気もするんだな。生きてっかな、死んでっかな。あ、ごめんね。今開ければ。鍵は。嘘。ポケットに小さな穴が開いてるわ。昨日までなかったのに。ここの住人は鍵をよく落とすね。まあ、フリーゲームってそんなもんか。だいたい。落としたら音ですぐわかるわね。じゃあ、絨毯を敷いてあるところかな。うん、名探偵、私。でも鍵を落とした音なんて、仕方ないわ。ロゼは東廊下の方を見てきてくれる？私はこの辺と西廊下を探すから。東廊下っすか。まあ、とりあえず行ってみるか。グレック、お前こんなとこいたのか。こんな夜中に何してるんだ？グレックこそ。準備、かな。そうだ、ロゼ、これ落ちてたんだっけ？ベティの部屋の鍵？え、つけてたのってもしかしてグレッグか？あ、いや、まあ、そうね、ネタバレになっちゃうから何も言えんわ、私。ああ、俺はまだ用事があるから、渡しといてくれないか？用事？もしかして犯人を探してるの？それとは別の用事だよ。それより、ベティには注意しろよ。大丈夫だよ、多分。鍵はベティに渡しとく。ちょうど探してたの。これを見ても大丈夫だと言えるかな？応接までこんなものを見つけたんだ。ああ、これし、あ、でもスクラップは結局見ることになるんだな。記事は多分変わってないわ。公園で5時の一体。男性3名殺害。子供が過労死。ファイリングしました。新聞の切り抜き？多分、わからないけど、その記事に書いてること、多分ここにいる奴らに関係してると思う。え、どうしてわかる？俺の記事があるから。兄は過労で死んだんだ。よく喋るね、グレック。そういう身の上話はこっちでもしてくれんのか。とにかくローゼ、気をつけろよ。人殺しはまだ、この教会に潜んでるんだ。ベティの部屋の鍵を手に入れた。廊下で見つけたんだ。俺はまだやること。廊下か。じゃあやっぱ、すられてるな。え、状況的に、グレックが犯人だとちょっと思えねえんだよな。斜め移動ならすれ違いのか。なんか、まあ、あの二人か、もしくは、ファルと言われてるやつなのか。わかりかねるね。これ鍵はやっぱり閉まったままなのかな。ちょっとそこら辺だけ調べてみて。まあ、もう、それが終わったらベティと合流しちゃうか。開いてない。合流しましょう。はい。見つかってよかった。ロゼ、ありがとう。ロゼ入って。最後にとっておきの秘密を教えるから。とっておきか。今まで殺したのは私だった。いや、説明つかねえんだよな。ウーバー神父の件もあるし。ロゼも座って。
秘密って？私ね、人を殺したことがあるの。え？本当は殺したくなかったのよ。だって死んだらそれ以上苦しめないじゃない。ここに来るまで毎日牢獄にいる気分だったわ。そこから脱出する鍵は殺すことだったの。ねえロゼ、あなたの両親はどんな人だった？ママはすごく優しくて、パパはどうしたの？ロゼ、顔色が良くないわ。でも残念ね、いつも気にかけてくれるノワールはここにはいないし、誰かに思われて気にかけてもらえて本当に羨ましい。ねえ、誰かに思われるってどんな感じ？ベティ、どいて。壊れかけの人形のくせに、私とロゼ、あなたは同じだと思ってた。全然違うのね。あなたは誰かに愛されてる。ロゼのこと、好きだったの。私と同じだと、ごほ、咳込んできた。ベティ？何？体が熱い。何？真っ暗。目が見えない。はあ、まだ死にたくない。ロゼ、どこ？いや、一緒にいて。怖いわ、ロゼ。毒だなぁ。どこで盛られた？なるほど、これが真相だったのか、グレッグと一緒に行動した時のも。だから密室で殺人が起きたっていうこと？いや、本当にどこでだ？今さっき別行動してからか。思考性の毒？そんなのができるのは一人しかいねえだろう。いや、神父様は割と何でもできそうな気がするが。物音が聞こえたから見に来たけど。ロゼ、どうしたんだ？え、なんだ？何が起きたんだ？私じゃない。ダメだ。生きてるようには見えない。ロゼ、とにかくこの部屋を出よう。セーブしました。大丈夫か、ロゼ？大丈夫じゃない。問題だ。っていうか、ベティはなんであんなことに？わからない。いきなり苦しみ出して。俺、本当は今夜、この教会から逃げ出そうと思ってたんだ。じゃあなんでまだいるの？情報を集めてたんだ。抜け出してもまた、ルイス神父に捕まるんじゃ意味ないしな。コジももう、俺とお前だけだな。とりあえず休め。お前、だいぶ顔色が悪いぞ。はあ。すごいよ、雷。グレッグ。息が苦しい。足に力が入らない。病気のせい。昨日、何も食べなかったから。グレッグはどこに行く？ああ、一応セーブしておくか。ただこれ、グレッグと行動を共にしたとし、あれか、あっちのルートと合流したっぽいな。じゃあ、ここから、さっき見た私のエンドの方か。の方の動画に切り替わるかな。この後何も変わらなければ。グレッグ、生きてるか？ああ、なんとかな。何この匂い？油？油？え、神父とうとうもしかして燃やす？この教会。鍵がかかってる。ベティは、鍵がかかってる。グレッ、なんかある。なんかある、え？箱から違う。この手紙は何だろう？兄さんへ。兄さんの人生も家族も俺が奪った。ずっとお前が嫌いだったんだ。兄さんはあの日、俺にこう言ったよ。それでも俺は兄さんも、俺を産んですぐ死んだ母さんも、首を吊った父さんも、今でも大好きなんだ。
俺は家族を守れなかった代わりに誰かを守り続けるよ。だから許してくれ。だからどうか許してほしい。グレッグ。昨日の状態からこんな手紙残さなくない？グレッグは。この手紙、グレッグの筆跡鑑定だ。あー、グレッグもか。愛の償い。あれ、なんか、メニュー画面ちょっとなんかおかしくない？気のせいかな？あれ、最初からこんなんだったっけ？いやいや、こんなんじゃないって。アイテム、揃ったなぁ。俺は家族を守れなかった。だからせめて、代わりに誰かを守るよ。だから許してほしい。その誰かっていうのが、ロゼだったわけだ。エリオットは、Look at me only。これ登場人物とすれば変わってたりするのかなぁ。エリオットとか、ああ、変わってないか。個人になってから説明が変わったりとかするかなと思ったけど。これ、この中入ってる？この小さな箱の中に、違う、そんなわけない。グレッグ、どこに行ったの？エスパー的な感じで中入ってたり。血の匂いがすごい。ああ、これやっぱ血か、言い訳できねえな。これって、おかもち？神父手前でもしてんの？ウーバー神父？死体をお持ちいたしました。悪趣味すぎるわ。さて、ダッシュができないなぁ。っていうかなんか、これ、特殊技能が体調不良になってるな。なんか、スルッとスルーしちゃったけど、スルッとする。うまいこと言っちゃったかもしれん。体調が悪くて集中することができない。集中しようすることができない。歩行速度が低下。ダッシュが、ボロボロだなぁ。これはまたパンか何かを食べないといけないやつだな。まあ、空腹はダメだよね。おや？ドラムキャン。油の匂いってそういうことか。油がこぼれてる。すごい匂い。上の階は誰もおらん。いつもと違う、すごくすごく嫌な予感がする。先に進みましょうか。セーブは、進んでら。ロゼ、待っていたよ。神父様、グレッグがいないの。それにベティが。ベティ？ああ、ベティ。彼女は残念だった。かわいそうに。ベティは素晴らしい子だった。なのに、あんな無駄死にするな。無駄死に？どういうこと？どうして無駄なんて言い方？ロゼ、誤解しないでほしい。私はベティに何もしていない。むしろベティはプレゼントだったんだ。君への。意味がわからない。グレッグはどこ？ノワールの心配しねえな、グレッグの方が。彼は優しかった。ここにいる誰より。優しさは人を強くもするが、弱くもする。グレッグは素質はあったが、私たちは理解できないだろう。だから、リアルしまっちゃうおじさんやっちゃったか。リアルはえぐいな。箱にしまう。あの箱の中にグレッグが、嘘、人が入る大きさじゃないもの。必要のないものなどいない。コジも私も、もちろん君。ずっとずっと、この時を待っていたよ、ロゼ。君を初めて見た時、感じたんだ。この子なら、終わらせられるってね。どういう意味？ああ、興奮してるせいかな。体が熱くなってきたよ。いや、これは。そうか、これは、ベティと同じ薬。もうあまり時間がないようだ。すまないロゼ。君にはもっと時間をかけたかった。ベティと同じ毒？犯人はノワール？医師？いや、ファルの可能性もあるか。盛られたのか。で、昨日飯を食ってない。あ、でもグレッグは毒のとか出てなかったし、神父は今更毒の効果出てきたしな。
なんかそこら辺ちょっと整合性取れんわ。飯の中に入ってんだけど。私が描いた物語、死にたくないと願う女の子の物語。ロゼ、最後の章を見せてくれ。この教会は父が建てた場所、悲しい思い出が詰まってた場所、孤児も皆死んだ、君もこれから死ぬ。神父様、やめて。全部終わらせる。始めるために終わらせるんだ。話が通じない。ずっと想像してたんだ。その人形のような顔がどう歪んで、どんな声で嘆くのか。くそ、目が霞んできた。あと少しなのに。神父様の手の力が弱まってる。今なら。決定機連打いきなり来ても困るんですよ。うわ。ずれちゃった。しまった。ちょっと画面戻すわ。よし、やり直そう。決定機、エンターキーね。オッケー。さっき何をおっしゃったんだろう。コメント欄が消えてしまったんだよな。オッケー、任せろ。もう身構えてれば余裕なんだよ。目が見えない。何がどうなってるの？わからないけど、神父様は体調が悪いみたい。失礼。ちょっと地域の放送が始まったんでカットしてました。なんか最後のバトルっぽいのにだいぶ下っております。そうだ、これ。アドレナリン。ノワールが一時的に元気になるって。うおぉ、じわじわたぎってきた。すごい、これなら走ることもできそう。から元気だな。これじゃあもうロゼの顔が見れない。ロゼ、どこだ？あ、歪んだ顔。そっちの方が似合ってるよ、シンプル。ロゼー！ヒガ、なんとかしないと。集中して落ち着けば、なんとかなるはず。反撃のチャンスが来るまで逃げ続けろ。オッケー。おぉ。神父、あなた、目が見えないんじゃん。面接します。なんか、一瞬すげえ陶器が。さて、集中するけれども、なんか怖いなぁ。炎でこれダメージ受けちゃうよね。見えないけど HP とかあるのかな？ああ、集中するでしょ？瓦礫がある軽い石ころ。オッケー。このまま逃げられはしないよね、きっとね。チャンスタイム、集中で反撃チャンス。お、火がついたの。すごい物理的でしたね。いいよロゼ、とっても楽しいよ。あら、素通り。最悪だね。本当はこの手で、指で、君の命が消える感覚を味わいたい。でも残念だ。力が入らなくてね。こんなものに頼ることを許しておけ。ドヤ顔ダブルガンズ。ロゼ。ロゼってば。やっと僕の声がロゼに届いた。ずっと呼んでるのにロゼ気づかないんだもん。ほんとよ。私たちずっとロゼを呼んでたのに。神父様すごい怒ってるじゃん。このままじゃロゼ殺されちゃうね。いい笑顔で言ってるね。なんで三人がいるの？俺もいるぞ。ってグレッグが出てこない。あれ？レティも出てこない。あの二人は選ばれし子供たちではなかったのか。デジモンワールドいけないね。なんでってロゼがそうしたんでしょ？そんなことよりやばいって。神父様めちゃ怒。このままじゃ死んじゃう。ロゼ。私たちずっとあんたを呼んでた。でも私たちの声は届かなかった。まあ、死にそうになってるから、今は聞こえるみたいだけど。失礼、無線だ。あの子の声なら聞こえたはず。あの子？そうでしょ、ロゼ。あの子の声はロゼに届くんだ。だからちゃんと聞けよ。ほら、まだ。
私は、あなたに、生きて、の、ロゼ、集中して、あの子、ノワール?え、あの子なんて年かな?ロゼ、集中して、集中しろと。さよなら、ロゼ。集中、集中だ。集中してどうすんの?あ、ナイフがあるな。外してしまったようだね。じゃあこれはどうかな。シミ様だいぶ具合が悪いみたい。きっと隙ができるはず。集中しろと。うわ、銃弾が飛んできてる。やっぱナイフ拾えるか。反撃のチャンス。え、銃弾。え、これマトリックスみたいに避けろってやつ。え、楽しくなってきた。反撃のチャンスが来るまでまた逃げ続けろってことか。うわぁ、めっちゃ撃ってくる。これ当たったらやられちゃうのかな、やっぱり。これあれかな?エンディング分岐するかな?とりあえずまあちょっとチャンスを。うわぁ、なんか、え、これかっこいいんだけど。近づくと危ないなぁ。ちょっと当たってみようか。ほい。やっぱ集中しないとダメか。とりあえずナイフを取って、銃弾を避けつつ、チャンスを探ると。直接行けんじゃねえか。あ、チャンスタイムじゃなくて、こういうことか。ああ、ああ、やっと、やっと捕まえた。昔々、一人ぼっちの病気の女の子がいました。その病気は、どんなお薬も、どんな方法でも治りませんでした。女の子は毎日毎日、海を見ながら泣いて過ごしました。死にたくない。もっと生きたい。そう思いながら。ある日、女の子の前に人魚が現れて言いました。病気のせいで毎日泣いているのね。かわいそうに。そうだ。私をお食べ。私の血肉を食べると、不老不死になると言われている。そんなことをしたら、人魚さんが死んでしまうわ。いいのよ。私は生まれ変わりたいの。人魚ではなく、人間として。私、一人ぼっちなの。あなたもでしょ?でも、今のままじゃ私は海で。あなたは陸でしか生きられない。一人は寂しいの。人魚の涙を見て、女の子は食べることにしました。朝、女の子が目を覚ますと、病気はすっかり治っていました。私はママと同じ病気。必ず死んじゃう病気。ママが人形になった日。浜辺で人形を見つけたの。ママが読んでくれた絵本の通り。人魚の内臓を食べてから元気になった。でも、またすぐに苦しくなった。食べなきゃ、食べなきゃ、私、死んじゃうんだ。神父様、死んじゃったの?うん、ロゼ。このままじゃ死んじゃうよね。なら。
なんだか変な味。ジェフとキャロル、エリオットは美味しかったの。ノワール。ロゼ、迎えに来たわ。ノワール、驚かない。私はずっとロゼを見てきたから。それよりも、ルイス神父はどう？変な味がする。これを飲みなさい。薬？何の？大丈夫よ。ただの解毒剤だから。さあ、行きましょう。まあ、シュリ。Thank you.